はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。3時を回りましたね。22時水曜日でございます。結局日経平均はプラス44で終わってますね。まあほぼ動かなかったと。ドル円も 114.095、 このあたりでもう止まってますね。はい、まああとは今晩のニューヨークですね。いや今ね、秋葉原行ってきたんですよ。秋葉原、こっからね、地下鉄でね、1、2、3駅、まあ、チャリンコでも行けるんですけどね、30分はかからないかな。25、6分かかるんじゃやろうか、チャリンコで。なぜね、もうじいさんですからね、トロトロトロとしか走れないんですよ。しんどいね、ほんまに、チャリンコを20分を乗ると。だし、ええわ、もう、電車で行こうって言って。で、用事を済ませてですね、秋葉原にはブックオフがありますでしょ。ブックオフ行くの好きやから、ええって言って、それで3階やったかな、新書、最近もう新書しか読まないですね。持ち歩きに便利やしっていうのの、まあ新書以外も買いますけどね、買いたい、読みたいという本は、あれで買うんで、アマゾンで買うんですけど、なんとなくなんか読む本探そうと思うときは、ブックオフのですね、新書のコーナーに行って、110円から220円のコーナーに行くんです。ほとんど220円なんですかね。そこで、へーって見てたら、なんか知らんけど、僕の本ばっかり目につくんですよね。うわ、なんで俺の本が220円で売ってんねん、これとかって、こうやって見てみて。うわ、220円やつ。こんなところにいっぱいあるさか売れへんやん、ほんまにと思って。いやー、まあ、あんまりね、あれはね、なんて言いますかね、気分のいいもんちゃいますね、ブックオフの安いコーナーに並んでるっていうのは。図書館とかね、新刊屋さんで見るのはね、いやー、よしよしよしだと思うんですけど、ブックオフのあの安いコーナー、嫌やわ、ほんまに。まあ、ですけど。行きましょう。中央日報でございまして。22日14時22分と言いますから、まだ1時間経っていないですね。文大統領の退任後の指定、私の手ですね。来年3月末にも竣工という記事でございます。もうなんていうか、向こうのメディアにしては短いので読んでしまいましょうか。韓国の文在寅大統領が来年5月の退任後に、夫妻で居住する慶尚南道梁山市、下か、じゃあ向こうは音量の中や、河北面平山村の指定の外観工事が進み、建物の形状形態が現れ始めたと。写真とかどんなやろ、見てみよう。ムンジェインさんね、今一生懸命ね、家作ってはるんだ。退任後に住む家。ね。で、そこね、農地として買うたんですよ。俺は家庭菜園やってんやってて。で、農地として買うたんですけど、その後でね、宅地に変わったんです。まあ、結構立派な家ですね。なんせ前大統領か元大統領になるわけですから、その警備がつってますね。日本でも元総理大臣はみんな警備ついてますね。アスピついてますね。調和で、韓国大統領府側は22日指定の外観工事がほぼ終わり、電気配線など内部工事が進行していると明らかにした。近隣に新築する警護塔は指定より工事の進捗が遅いという。4月に始まった指定の工事は来年3月末から4月初めに竣工する予定だと。文大統領夫妻が就任前に居住した梁山市梅国道の指定では警護施設の新築が難しいという判断が出ると、文大統領夫妻は昨年4月梁山市北面、読めへん、芝っていう字はあれなんて音で何で読むんでしょうね。で山三里平山村 2630.5 平方メートル 795.6坪 規模の土地を購入した。指定の敷地は10億6401万ウォン（約1億円）で、文大統領の私費で購入した。警護塔は、城和で警護所が新築すると。まあ、そんだけの土地があれば、敷地内に警護塔もできますわね。
まあでもね、引退した大統領に何か悪さしようというやつっているんですかね。まあでもまあ、わかりませんね、それはね。日本では今まで引退というか、元総理が何かテロらしきも、テロめいたことにあったという話は聞きませんね。そもそも日本国内でテロほとんどないですからね、今やね。そこまで日本の政治ってそんな緊張感ない。平山村の指定から約2キロの距離に、トンドサがあり、地名でしょうね。ムン大統領の母、故カンハノク氏の墓地とは13キロの距離、故ノムヒョン元大統領の墓地がある近海市ホーカソンまでは車で50分ほどかかるという、結構離れてるやん、50分って言ったら。なぜお隣さんってね、国土全体が北海道ぐらいしかないんですよ。まあまあ小さいですね。だから端から端まで行ったってどうでしょうね、高速であれば 2,3 時間で行くんじゃないですか。その南北って東西高速が通ってればね。ソウルからプサンだってどうでしょう、東京から名古屋ぐらい違うんですか。まあ、そんなにあれですよ、大きくないですよ。まあなんでそんな、そのノムヒョン元大統領の墓地と比べるのかようわからん、あと比べるというか距離を測るのかようわからんですけど。でこの記事はこれで終わっております。ただご存知の通り、お隣さん歴代大統領ですね、プリズンに行かなかった人は2人だけでして、パク・チュンヒさんみたいですね、プリズンに行って現役のままダンとやられた人も一人いますけどね。で、パク・チュンヒとチェン・ドーハンの間、何人かいるんですけど、それはカウントしません。何人かいましたけど、ほぼほぼそれはカウントしないで、パク・チュンヒの次がチェン・ドーハンだと考えれば、行かなかった人は、キム・ヨムさんとキム・デジュンだけですね。で、キム・ヨムさんは弟が行ったんちゃいましたかね。で、キム・ヨムさんが行かなかった理由は、その後大統領になったキム・デジュンの何かを握ってた。と言われてますね。こう世間に出してはいけない何かをですね握ってたと言われてまして、それでこう捕まらなかったんではないかと言われてますね。キム・デジュンさんはノーベル平和賞をもらったんで、まさかノーベル平和賞の受賞者をお前プリズンというわけにいかんからいかなかったと言われてますね。後の人は全部言ってます。ただしですね、やっぱり政権が変わって、その反対と、まあ、保守が今2回続いて、今革新というか左派になってるんですけど、左派の時に元保守の大統領がプリゾンって言われて、ほんで保守の時に元左派がプリゾンって言われて、ノムヒョンさんは捜査段階で自らもうええわ、このことをさらばって言って行かはったわけですね。なんで今のですね、ムン・ジェインさんもしかしたら左派で最初にですね、元大統領として、あるいは前大統領としてプリゾンっていうことになるかも分かりませんね。ね、ですんで、このね、今新築中のお宅にこう住めるかどうかで、ですね、イ・ミョンパクさんなんか罰金いくらとか言われて、もう身ぐるみ履かされてますよね。チェン・ドーハさんもそうですけど、もう容赦がないんですよ、やることに。そういうことはもうええやん、そんなん。もうパク・クネさん病気でね、今サムソン病院に入ってるそうですけども、あれですね、御社をという声があるのにですね、ムン・ジェインさんは全然考えてないみたいで、やっぱりね、その反対派が大統領だと危険ですよね。で、来年3月に大統領選挙ありますけど、今なんか野党揉めてますけどね、内紛にしてますけど、元検事総長のユン・ソクルさんが大統領になったら、そんなん、こんな家に絶対住めませんよ。もう住むとこはプリズンですよ、きっと。こんなんほいで罰金とかで取り上げられてしまうんじゃないですかね。いや、そういうね、そういうこう未来がかなり見えてるんちゃうかなという感じはしますけどね。まあでも一応行かない前提で家は作っとかなね、ほんまに。
これ貼りたいんですけどね、よくお隣さんメディアのちょっと危険なんでね、貼りませんので見つけてください。途中でその写真見られるように、あれ貼ってあります、リンクが。建設中の、建設中ってクラス指定ということでですね、中央日報のですね、文大統領の退任後の指定と、風強いな、退任後の指定、来年3月末にも竣工というタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。